今回も敗北です。ああ<ー>今日ですね、セブンイレブンにおにぎり買いに行ったですね、なんとワンピースカードをゲットできました。3枚だけですね、3、3枚じゃない、3パックだけですね。レジのとこに3パックだけ置いてて、おひとりさま3パックって書いてました。 まさか買えるとは思わなかったですね。まあ、ただですね、こういうバラで売ってるやつは、サーチされてるリスクがあるので、あんまり買いたくはないんですけども、ついついね、買っちゃいましたね。で、これも、もう3パック一気に今日は開けちゃいますか。でですね、で、ちょっとね、思ったんですよ。 これね、1パックだけね、なんか1枚だけカードがね、ぴょこんって出てて、たまたまなのかね、何か良からぬことがされてるのかわかんないですけど、1枚だけね、ぴょこんってカード出てるんですよ、これ。1パックだけ。ちょっとこれ一旦最後開けますか。最初開けてもいいですけど、まあ、最後は開けてみよう、この1パ。1パックだけぴょこんって出てるんですけど、なぜか。うん。はい。で、一応、 ワンピカードは重さ変わんないんですけどかかってみますかはい13.5はい13.513.5変わんないですねこのぴょこんって出てるやつも13.5ですねあれ治った やっぱちょ,ちょっとだけまだぴょこんと出てる。うん。若干なんか触ってるうちに戻ってきてますが。はい。じゃあ開封していきますか。この、ワン、ツー、スリーで。ワン、ツー、スリーで開けていきまーす。じゃあ開けますよー。ーはい。じゃあまず、1パック目。 おー、すぐ開く。あ、これはリーダーカード入ってるな。はい。ちょっとね、チラみしますか。ちなみ。んあー、あー、はい。はい。坂月ね。はい、一緒。なるほど。一番、 そっかそっか。あの、あんまいいもね、変えてないですぐ忘れるんですけど。一番後ろが嫌いになってるってことは、こう一番後ろだけピョコンって出てるんで、やっぱなんかこれサーチされてんのかなぁ。僕やったことないんですけど、なんか見れるらしいんですよね。透かしたりとかして。はい。あー、外れだった。外れでしたよ、チーかは。 はい。じゃあ、2パック目。いきまーす。これもね、ちょっとチラ見しますか、チラ見。どうか微妙だな。微妙だな。はい。あー、やっぱダメか、バラは。引きがね、スーパー悪すぎる。やっぱバラダメだ。 はい、じゃあ最後、これ。これもね、期待薄ですね。こんなに。はい、なんか。あ、そうそう、これちょっとね、出っ張ってたんですよ。これ今、整いましたけど。あー、これもなんかダメそうですね。やっぱダメだ。はい。 やっぱりバラで買ってきたんですけども、全然引き悪いっすね。今日の結果は、ラピュタで言うと、バルスバルスですね。はい。メガメガ